皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もキングダムハーツ3やっていきたいと思います。前回モンスターズインクの世界が終了してね、早くもアナと雪の女王の世界行けるんかなと思ったんですが、なんとねこちらのトワイライトタウンで、誰かが空たちのことを待ってるって、誰だかなまあとりあえずね、そこでチャーシューばいてるってことなんで、レストランの方向かいたいと思います。それではスタート。はい、久しぶりのトワイライトタウン、これかな。どっかおる。ああ、なんか魔法使いのじいちゃん座ってるね。あの人でしょ。行きましょう。よいしょ。おお、お前たち、こんなところで何をしとるんじゃ。わしはほれこの通り優雅なティータイムじゃ。え、いや、あのマーリン様が俺に話があるって。わしが空に。うん、ジップとデールに伝言しましたよね。はい、やった。おお、そうじゃった、そうじゃった。これじゃ。これって空が消えてる。何があったんだろう。それを空に調べてきてほしいのじゃ。じゃあ行ってくるよ。気をつけて。うん、頼んだぞ。大丈夫か。あ、ソラだ。おかえり、ソラ。ああ、うん、ただいま、ペ。こんにちは、ピグレット。こんにちは。で、挨拶より、何か異変とか困ったことはなかった。ちょっと待って。異変ってなんだかわからないけど、困ったことを考えてみるね。困ったことならあるぞ。ラビットはいつも困ってるよね。うん、ここごめんなさい。ソラ、わあ、ゾウだ。ソラとは初めましてだね。俺はソラだよ。僕ランピー、よろしくね。おいおい、びっくりするだろう。もう少し静かに歩いてくれよ。あ、ゴーファー、ごめんなさい。でも地面が弾んで楽しいよ。まあな、ところ構わずジャンプするやつよりは、うん、噂をすれば。またジャンプしたくなったのか、ソラ。ティガー、早く行こうぜ。ルーも行くよな。やった。僕もジャンプしたい。ジャンプもちろんだ。みんなでジャンプしようぜ。そうだ、思い出した。ラビットが困ってるって。
思い出してくれてありがとう、プー。まあ、最初に言ったんだがな。おい、みんなここへは何のために集まったんだ？ラビットの畑のお手伝いをするんだよ。そしたら蜂蜜いっぱい食べられるんだ。そうじゃ、あ、いやいや、そんな約束はしてないぞ、プー。ともかくみんな手伝ってくれよ。ソラ、お前さんもな。俺も？野菜畑で収穫ができるようになりました。野菜畑の看板からプレイ可能です。はい、ということで思いがけずプーさんの世界にやってきました。あれやな、なんか想像してたよりプーさんって、あんまりね、言ったらちょっと私プーさんファンから背中刺されるかもしれませんので、あんまり言いませんけどね。じゃあ早速その野菜畑の収穫みたいなお手伝い行きましょうか。看板を読み込めってやったね、これかな。調べる。収穫を始めますか。はいと。たくさん野菜を収穫しよう。おお、同じ野菜を5つ以上つなげてたくさん収穫しようと。なるほどね。丸で打ち出して置き換えることができる。置き換えれるってことか。で、丸を押しっぱなしで個数を変化させられる。はいはいはい。で、ゲージが溜まったら三角。ほーん。まあ、なんかようわからんけど、つむつむみたいな感じかな。よし、じゃあとりあえずやってみましょうか。丸長押しで、あ、なるほどね。あ、間違った。あ、そういうこと。はい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 、はい、分かった分かった、意味が分かった。長押しで、よいしょ。すごいじゃないか。なるほどね。おお、すごいすごい、これは楽やね。じゃあとりあえず収穫しちゃいましょうか。うん、順調かな。もう少しゲージがたまんねんけどね。人参。よいしょ。俺様の出番だ。あ、来たね。三角一回押してみましょうか。どうなんやろ。アディショナルボーナス。あー、斜めに刈り取ってくれると。連鎖はなし。さあ、そろそろ次ぐらいでおしまいかな。じゃあ三角で、やって、あ、終わったかな。うん、500オーバーやね。クリア、センキュー。なんかこれで素材もらえるね。いや、でも1個ずつか。辛いな。大豊作だ。空のおかげだね。そうだな。助かったよ、空。俺はまだジャンプしたりないぞ。ダメだ、畑仕事にジャンプは必要ないぞ。一回もジャンプしないの？ジャンプしたかった。ほどほどにしてくれよ、お前たち。ねえラビット、人参もいいけど僕は蜂蜜の方がいいんだけどな。蜂蜜はないよ、プー。お前さんに蜂蜜をあげたら人参の葉っぱジュースも用意しなくちゃならんからな。これで困ったことは解決したみたいだな。じゃ、俺は帰るよ。待った、まだ終わってないぞ。お次は果樹園の収穫だ。頑張ろう、ソラ。蜂蜜のためにね。おう。果樹園で収穫ができるようになりました。果樹園の看板からプレイ可能です。プーさんのこういうキャラが結構受けてる感じなんかな。うん、ちょっとせっかちな私にはね、なんとも言い難いことがありますが。まずは果樹園の場所が分からへんけどね、どこやろ。こっち、あ、これか。果樹園の収穫を始めますか。はいと。転がってくる果実を収穫しよう。皮に落ちないようにすると。どんどん転がってくる果実をラビットやランピの助けを借りて素早く収穫だ。うん、なんかようわからんけどやってたらいいっしょ。さあ収穫だ。さっきと一緒やんね。
適当にあって、はいはい。が残ってるといいな。あ、動くわけね。なるほどね。なんか今まで違ってどんどん手前に来るからさっさとやりなさいよってことなのかな。すごいじゃないか。オッケー、クリア。いや、なかなかハラハラさせられたけどね。これもう一個ぐらいある、もしかして。いいぞいいぞ。甘くて美味しそうに実った。わあ、果物がいっぱい。ランピーは果物が大好きだもんね。ねえラビット、僕は果物に蜂蜜をかけたいな。それはいいね、プー。美味しそう。ふふん。高いところになった実は俺に任せろよ。じゃあ俺は地面に落ちたやつを。やっ。ソーラ、次は花畑なんだがな、実はプーのためなんだ。ん？花畑がプーのため？なーに、ソーラ。なんでもないよ、プー。花畑で収穫ができるようになりました。花畑の看板からプレイ可能です。もうこいつほんまに蜂蜜のことしか考えてへんねんな、ほんま。まあ取ってあげましょう。ここやね、多分。花畑の収穫を始めますか。ハニーポットをたくさん集めよう。ほう。花畑。なんかようわからんけど、これもやってたらわかるでしょ。いきましょう。同じ柄を揃えたらいいんでしょ。ちゃうんかな。よいしょ。そういうことやね。はいはい、オッケー。あれが残ってるといいな。よいしょ。時間制限やから適当にやっていったらいいよね、多分。あ、間違った。よいしょ。こりゃいい。あ、これあれやん、花集めてもしゃあないんや。このなんかこう蜂蜜のこのこれ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 このこのこいつを集めなあかんねんね。うわ、やってもうた。どうしたらいいんやろ。あ、なるほどね。一番手前に持っていったらいけるってことか。今かよ。これで割る。紫来た。よし、これでいけるっしょ。オッケーオッケー、1個溜まった。まだや、全然溜まってへん。うーひょー、マジかよ。お、1個取ってくれた。うーひー、全然あかんやん。よいしょ。あと黄色黄色黄色。収穫だ。ありがとう。やばい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 。赤赤いらんねんけどな。あそこになんとかねじ込まれへんから。こう、オッケー。これで1個取れる。よし。ないぞないぞないぞ。とりあえずこの辺下げとくか。よいしょ。もっともっと。あれが残ってるといいな。よいしょ。これで下げる。あ、よかった。いっぱい取ったらクリアにね。ハチミツゲット。さあ、プーにはハチミツだぞ。畑仕事を手伝ってくれたお礼だ。たくさんお食べ。わあ、ありがとう、ラビット。ラビットはプーのためにお花を育てたんだね。どういうこと？当たり前のことさ。花が咲いたらその蜜を求めてミツバチが集まる。ミツバチが集めた蜜が蜂蜜になるんだ。僕、お花も好きだよ。いろんな色で綺麗だよね。すごいぞ、俺様のジャンプでも届かない。空のおかげで蜂蜜いっぱい食べられたよ。ありがとう。俺だけじゃないよ、プー。みんなで頑張ったからだよ。あ、そうだ。ん？
遠くのここにいた空はお出かけしちゃってたみたいなんだ。お出かけ？ああ、だからお帰りって。うん、僕はお腹が空くと蜂蜜のことだけ考えちゃうんだ。だから空がここにいること忘れちゃってたのかな。そんなことないよ、プー。よかった。僕は空といつも一緒がいいな。プー、俺もいつも一緒がいいよ。俺の心にはいつもプーが。俺とプーの心のつながりが薄らいでる。何が原因だろう。どうしたの、空。ん？ああ、ごめんごめん。もうプーのここからお出かけしないようにする。いつも一緒だよ。ありがとう、ソラ。おぉ、わぁ、無事元に戻ったようじゃの。空の絵が消えてた原因は分かった？空、俺に何かが起きてるせいでプーの心から俺がいなくなってたんだ。俺絶対に心のつながりを失いたくない。ふん、らしくないの。え、難しく考えすぎじゃ。失ったものは取り戻せばいい。心をつないで一つにするのは意外と簡単なことじゃ。空も分かってるじゃろう。はい、ということで、ちょっとだけやったね、プーさんの世界ね。武器ゲットしたんで、ちょっと見てみましょうか。ハニーレンタ。ハニートレンタ。攻撃力と魔法力のバランスが取れたキーブレイド。ハニーブラストとスイートランチャーに変形します。これもちょっと強化したらいけそうやね。この辺がね、もうだいぶ強化して強なってるからね。9865でしょ？なんかこれを99とかにできたらね、使ってもいいのかなと思います。はい、ということでね、どうしようかな。区切りがいいから一旦ここで区切ろうと思います。次回はね、やっと待ちに待ったアナと雪の女王の世界行ってみたいなと思います。それでは皆さん次のパートでお会いしましょう。バイバイ。またねー。